2020年10月4日日曜日、毎度かなえ、竹内譲政調会長を迎えての公明党滋賀県本部大会、中村西次郎県代表が再び県代表として選任されました。私も引き続き顧問として頑張ります。その後、京都宇治田原町へ、山内美希子議員とともに挨拶回りや街頭演説を行いました。岡田八幡市議、川田京田鍋市議も駆けつけてくれました。お茶の町宇治田原町、お茶の価格が下がる中、お茶を作っておられる農家さんは大変ご苦労されています。西谷町長からも国の予算を使って独自の支援策を講じているお話を伺いました。山内さんとともに力を合わせて引き続き頑張ります。